今日はステアケースの練習をしに水門にやってきました。1ヶ月後に FNJ カップがあってアタッククラスに出るんですけども、ステアケースは必ずあると思うので練習していきます。で、ここのステアケースは右の方が簡単で左に行くほど難しくなっていくステアケースで、こっちの方は斜面が緩いし高さも低い、真ん中は高さが少し出て斜度がきつい、で一番左に関しては溝があるので簡単には行かないというところで、難易度が高い、真ん中低いってなってます。まずは1度ぶかし2度ぶかしウォーミングアップをして、その後はただまっすぐ行くだけじゃなくて、ここにマーカーを置いて右ターンからステアケース、同じく左ターンからステアケースっていうターンからのステアケースっていうのもちょっと今日練習していきたいなと思います。はい、最初はウォーミングアップで直線的に入って練習していきます。で、1度ぶかしと2度ぶかし分けてやっていくんですけども、最初は1度ぶかしで、で1度ぶかしはリアブレーキを使わないものと使うもの、2つのパターンでちょっとやっていければなと思います。1度ぶかしの2パターンやっていきました。リアブレーキを踏まないパターンと踏むパターンですね。で、ここのステアに関しては、ダム型で緩やかなので、ぶっちゃけフロントがちゃんと上がってなくてもこうぶっ刺さることはないんで、この練習をする意味ってあんまないんですけども、直角的なステアの場合っていうのはフロントがぶっ刺さる可能性は十分あるので、しっかりリアブレーキ踏んでサスを縮めて、でフロントちゃんと上げて舐めるようにステアは上がっていくっていうのが重要かなと思います。それでは2度ぶかしやっていきたいと思いますけども、まあぶっちゃけこれは2度ぶかしをしなくても全然超えられます。はい、ウォーミングアップ完了です。直線的に入ってって、1度ぶかしと2度ぶかしの練習を何度かしました。やっぱりね、改めて見るとここのステアケースは、まあ、ステアってよりも単なる坂になってるんで、あんまりもしかしたら練習なんないかもしれませんけども、私の、まあ、第一ステップとしてはここでしっかり感覚掴んでもっと高いところに挑戦するっていうステップの方がいいと思うので、今日はね、引き続きこれで練習していきます。じゃあ次はターンからのステアということで、こっから入ってって右ターンでステア、あっちから入って左ターンでステアっていうのも練習していきたいと思います。
はい、ターンからのステアを何度かやりましたけども、やっぱりマーカー置かれるとね、難しくなりますよね。トライアルあるあるかなと思うんですけども、難しいですね。普通にやる分には簡単なんですけども、セクションにされるとできなくなるっていうのがあるあるですよね。そしたら少し難易度を上げて、もう30センチぐらいセクションを狭くしてやっていきたいと思います。はい、お疲れ様でした。今日はステアケースの練習をしていきました。ちょっとね、こう緩やかなダム型みたいなステアになっちゃいましたけども、こういう風にね、マーカーを置いてセクションにするだけで、こうターンを入れるだけで、だいぶ実りのある練習ができたんじゃないかなと思います。今日はね、かなりイージーラインだったので、次回以降はこういった、きついラインを練習できるようにしていきたいんですけども、ちょっとステアケースは誰かに習ったことがないので、誰かに教えてもらうか、あと海外のエンデュロの動画見たりとかして、自分の動画見比べて、ちょっと違いをね、撮っていきたいと思います。そこをね、埋めていきたいと思います。はい、今日もね、100回ぐらい練習したんで疲れました。帰ります。お疲れ様です。